リボンなんですけれども、はい、これをつけてあげたのは秋山恵梨香さん。マットを離れると同じ試合を戦ってきた仲間としてとっても仲がいいんですよね。そうですね、はい、その馬です。これも世界選手権10点満点の演技でした。じっくりご覧ください。ピアノの生演奏、ソナタ三調。皆さん動きに、はい、無駄がありません。ありませんね。技術的に新しいものはないんですけれども、はい、非常に動きが女性らしく見せるようになってきましたね。はい、7ヶ月間ものブランクがありまして、その間11キロもの減量をしたビアンカ・パロラです。熟練度につながります。とにかく見せてくれました、このビアンカ・パノバ、素晴らしい演技、高い得点が出ることだろう。